さ、さ、あ、思いつかない結構続いてるもんね。乾燥機はまだあと10分ぐらいかかるみたい。そうね。あ、さや、焼きそば早っ。バって難しくない？これは私の勝ちかな。勝ったら何してもらおうかな。言っとくけど、今週はずっと雨だし、どこかに出かけたりはできないから。まあね、お出かけする服もなくなってコインランドリー来たくらいだし、アクルなんて今もオタクの T シャツ着てるくらいだし。これは本当に大事に取っておきたかったのよ、ヒプシオンの特製 T シャツ。まさか雨で着るものなくなって推しのグッズに手を出すなんて。深く。あ、それならまた私の制服着てもらおうかな。推しの T シャツ着てるの、なんか浮気相手のアクセサリーつけてるみたいで嫌だし。それは絶対嫌。バーン、バーン、バイキング。グラス？す、す、す、す。好き。ね？もう、なんでもない。聞こえなかった。もっと大きな声で。ねえ、アクル。推しのラブより恋のラブプレゼンツ、推してダメならもっと推せラジオ。皆さんこんにちは、早星あくる役の猫村ゆきです。皆さんこんにちは、古舘蓮役の北尾路ゆきです。この番組は2021年7月30日に発売予定、スケラソメーロ最新作、推しのラブより恋のラブ、ラブ大話題の魅力を推して推して推しまくる番組です。略して推しラジ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、始まりました、第6回。始まりました。嬉しいね。嬉しい、会えて嬉しい。嬉しい、なんか毎週のように会えて嬉しいね。そう、先週ね、また来週ねって言って、そう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 、バイバイできたのがちょっと嬉しすぎたねということで、推しのラブより恋のラブ、ラブオアダイのエンディング曲をアクル&レンに歌ってもらいたい、目標額達成しました。イエーイ、ありがとうございます。すごい、すぐだったんだよね。もう本当にすぐでしたね。なんか前回撮ってる時はまだその始まる前だったから達成できるよねきっとっていう気持ちだったけど、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。本当に第4回と第5回を撮った時に結構そのクラウドファンディングの前だったから、そう、あのこれ本当に皆さんあれですからねみたいな、達成しなかったらないですよって2回にわたって散々言ったのに、もうね、嬉しい機運でした ね、 ね。4回が公開される頃にはもう全然、ね、もう達成してるっていう、なんとありがたいですね。本当に本当に支えられてるなって思います。うん、ありがとうございます。てーので、メールを読もうと思います。読んでいきましょう。どれや、これだ。はい、じっくりことこと煮込んだスープさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユッキーさん、ユキさん、こんにちは。こんにちは。クラウドファンディングの目標達成おめでとうございます。ありがとうございます。今更ではございますが、ゲームとドラマ CD 完走しました、うん、ありがとうございます。ゆりゲーは初めてでしたが、うん、オタク特有の早口になるアクルが某ラジオでご自分の癖を語るユッキーさんと同じだなと思ったり、うん、推しを優先したいアクルの気持ちはものすごくわかりますが、レンがかわいそうだなと思うシーンもあったりと、いろんな目線で見ることのできる素敵な作品で新たな扉を開くことができました。お、あ、よかった、開いちゃった。私的にアクルのオタクに必要なのは、うん、運の次に土地というセリフには分かりみしかなかったです。うん、うん、作品を経て恋人になったタイプの違う2人がファンディスクではどのような騒動に巻き込まれてしまうのか、今からとても楽しみなので、ファンディスクの発売を心待ちにしております。ありが
とうございます。嬉しいな、ね、嬉しいですね。あの初めてのユリゲームがおしらぶ嬉しい、扉を開いちゃったそうです開けちゃいましたね。嬉しいな、嬉しい。なんかもうすでにだいぶ心が満たされているまだ始まったばっかり、まだ始まったばっかりだよ。めちゃくちゃ始まったばっかりなのに、嬉しいな。お宅に必要なものは運の次に土地。土地だそう、土地なんですよ。本当にグッズがね置けないから、そう置けないからちょっと買うの躊躇しちゃったりとか、本当は買いたい、買って経済もこう回していきたい結構ね自分のね作品のねグッズとかだけでもね大変なことになっちゃうから、そうね、土地が欲しい。だから土地が欲しい、そう土地なんか土地が欲しいって言ってるのやだなやめようやめよう、ちょっと牛をめでるスペースが欲しい確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっともう一枚読みたいと思います。お願いします。ゆかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。猫村ゆきさん、北王子ゆきさん、こんばんは。こんばんは。続編ファンディスクとお二人の歌うエンディングのクラウドファンディング達成おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。推しのラブより恋のラブ、楽しく遊ばせていただきました。ドタバタラブコメ、しかもゆり、いいですねいいですねいいですねはい、お二人に質問なのですが、はい、アクルとレーンを演じてみて改めて自分に似てるなってところはありましたか？猫村ゆきさんは推しへの愛を感じる投稿をしばしば見かける気はしますが、お答えいただければ幸いです、ファンディスクとクラウドファンディングのリターンとても楽しみです。このご時世いろいろ大変かとは思いますが、今後もお二人の活躍を期待しております。ありがとうございます。このラジオが始まっても最初の方に多分、はいはい、ね、自分たちアクルトレーン似てますかみたいな言った気がする、覚えてます、ね、私は全然なくて、だってそんなレンちゃんみたいな陽気じゃないもんみたいなことを言った覚えがありますけど、改めてどうです、なんか変わりました？私は改めてやっぱ似てるなって思いますね。なんかオタク特有の早口のパートだ、なんかこれ本当にこの作品をでこのアクルを演じてからびっくりするぐらいオタクの役のオファーが増えたんですよめちゃくちゃ嬉しいんですけど、本当にありがたいことなんですけど、本当にアクルをやって以降、はいはいはい、なんかソーシャルゲームとかの単発のキャラクターでのオタクのキャラクターを振られる率がめちゃくちゃ上がって あまたオタクだって、しかもなんか台本見てると大体早口があってあここでキャスティングされてんだ私みたいないやでもなんかやっぱりなんだろう、でも、にゃんちゃんの、ゆきにゃんちゃんのあのやっぱ早口のシーンはなんか歌舞伎を見てるような、わかります、なんかすごい綺麗なおさま、そうさっきのこのメールのどこだっけな、なんかすごい収まりとかあったじゃないですか。収まりとかありました？これドタバタラブコメ、しかもゆり、いいですねっていうなんかそう、ね、リズムがすごいいい、心地いい、聞いててなんかね本当にでもありがたいんですけど、めっちゃこのだから似てきたのかもしれない、アクルに、わかんない、どっちかわかんないアクルに似てきたのか、もともとめっちゃ似てたのかわかんないんですけど、こう発揮してますね本領発揮できてて、わかる、めちゃくちゃ嬉しいです、アクル、伝わっててよかったなんかうなずく、その通りですね、そっか、じゃあレンちゃんはあんまりまだファンディスクの撮り終わってからも自分に似てはないなって、まあ、そうですね、人種が違うなすごい、性格とかね、陰キャだから私、でもなんかこうやっぱレンのいいところってすごく明るいところが、私はなんかポジティブなところがすごく好きだなって思って、でもやっぱりなんかそのレンちゃんのポジティブさに救われるっていうか、みたいなところはある、おなんかありがとうレンちゃんってし、まあなんかそうもっとポジティブに言おうみたいなところは前よりは増えた気がします、なん
寄ってってる。じわじわれんちゃんに寄ってってます、うんうん、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それじゃあね、はい、おしらじ始めていきましょう。最後までお付き合いくださいね。この提供は世界をユリであふれさせるスケラ染め色の提供でお送りします。改めましてエンディング曲クラウドファンディング目標達成しました。ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、はい、あの先日、はい、収録があのエンディング曲の収録がございまして、はい、歌わせていただきました。歌いました。ありがとうございます、はい、ちょっとねここでね、はい、ぴったりのメール来てたので、うん、ご紹介したいと思います。お願いします。シリウスアットさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。猫村ゆきさん、北尾樹さん、こんにちは。こんにちは。早速お二人に質問です。はい。クラウドファンディングでお二人の歌うエンディング主題歌の制作が決定しましたね、うん、先日収録もされたとツイッターにて報告されてました。はい。そこでお二人にエンディング主題歌の感想や収録時のエピソードを教えてください。エンディング主題歌ということもあり言えないことも多いでしょうが、お二人で願えれば幸いです。はい、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにね、まだ世の中には出てないから。出てないのよ。まだ言えないことの方が多いのか。あ、そっかそっか。でも、うん、でも、え、今回初、うん、歌唱なんでしょ。猫村ゆき初歌唱、イエーイ。どうでした？いや、めっちゃ緊張しました。え、やっぱそうなの。うん、ドキドキしながら、もうなんか、うんうん、どうしようみたいな、スタジオ入るとき、ここでやるのかみたいな、ここで今日は撮るのかみたいな。あ、そっか、夜さんとも、うん、そう、夜さんとも初めましてで、びっくりした。あ、本当に超好き、ね、めっちゃ優しかった。めっちゃ優しかった。超優しい。すごいなんかこうディレクションをね、夜さんがしてくださるから、こうヘッドホン越しに夜さんの声が聞こえてきて、なんかすごい褒めてくださるから、優しいと思って、すぐ最高です。そう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 。すごい、やっぱ褒められて伸びるタイプなんで嬉しかったです。好きだなって思いながら、うん、やりやすかったですね、非常に。うん、そう、うんうん、にゃんちゃんすっごい早く終わって、そう、すごい、めちゃくちゃすごい、本当に早く終わった。でも私もちょっと早めに行こうと思ってて、うん、ね、でもそれでも全然間に合わなくて。え、でも本当に本当に正直1時間前に着くように、うんうん、家出ようと思ってたけど、うん、意外と暇だったからもうちょっと早く出ようって思ったら、うんうん、もう待てよって連絡来て、そうすぐ行くって言って、そうそうそう、思ったよりね、スムーズにやらせていただけて、え、もう本当に、え、これを聞いてる時はもうみんな聞いてるのかな、うん、いや、まだじゃない。まだか、だって発売してからじゃないか、うん、皆さん、まだ聞けない、本当にご期待ください。いや、やめてやめて、ハードル上げるのやめて。だってめっちゃ好きって思った、え、ほん、あの、そう、早く着いて、うん、でもにゃん、ゆきにゃんちゃん待っててくれてて、そう、なんかまだ、なんかまだいていいですか。なんか白木ちゃんに LINE でこう、あの、終わったよって言ったら、今から家出るって言ってくれたから、すごい行くって言って、うん、じゃあ待ってるって言って、こう、待ってていいですかって聞いたら、いいですよって言われて、別に大丈夫ですって言ってくれたから、待っててくれてるって、じゃあ待ってよと思って。嬉しかった。そう、それで、うんうん、じゃあ最後に一回一緒に、うんうん、聞きましょうかって言ってくださって、ね、うん、聞かせてもらって、なんかもうテンション爆上がりしちゃって私は。もう本当に最高、嬉しい、なんか本当に本当に、うん、なんていう表現があるんだろう、すごく魅力的でした。本当に嬉しいな、すごい好きな歌声と思って、うわーってなって、もう早くみんな聞いてくれ。やめてくれー、ハードル上げないでくれー。聞いてほしい。いや、なんか初歌唱だったから、うん、あのみんなさ、初めてこう、あ、これが猫村さんの歌かってなるから、うん、すごいなんかこれで決まるなって思って。めっちゃ練習していった、うん、いや、すごい、すごい練習した、すごい、
え、もうでもそうなん、うん、聞いてほしい。私は早く早く早く世界の人にゆきにゃんちゃんの歌を聞いてほしい。え、ハモも撮った？ハモね、やらなかった。やらなかった？やらなかった、そうハモなくなりました。わかりましたって言って、そうそう、だからどっちかでいいかなみたいな感じで、悩まれてて、でもなんか両方撮って決めるか、もうなんか、でもなんかこう曲の完成度的には多分どっちか一人の方がいいからみたいな、うん、そうそうそう感じだったから、一応撮ってみてみたいな。あ、一応撮った。あ、撮った。私の時はもう、なしですって言われて、いや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 、はぁ、多分2本にするか1本にするかっていう話だったんだと思うけど、多分そう、なんかシンプルにいきましょうってなって、うん、ね、いや早く聴いてほしいな。え、でも聴いてほしい、早く。あとね、うん、あの絶対皆さんは聴けないんですけど、うんうん、あ、これ言っていいのかな、皆さんは聴けない、あ、皆さんは聴けないやつ、聴けないやつの話していいかな。あ、皆さんは聴けないやつはさ、多分発売してからのトークで言ったらいいんじゃない。じゃあそっちで言うか。あれ聴けないね。あれ絶対世の中に出ないやつだもん。出ない、出たらちょっと問題、うん、そう、出たらちょっと問題がね、起きちゃうから。なんか本当に私はそうそうそう、レンという役で、うん、お調べに出ていてよかったなってめちゃくちゃ思った。いや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 、めちゃくちゃ思い、いやでも白雪ちゃんのやつこう完成で聞かせてもらったらめっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった、すごい良かった。あー可愛いってなった。そう、なんかやっぱデュエットっていいなって思った。デュエットはいい、うん、デュエットいいなって。デュエットはすごくいい。そうね、うん、デュエットはすごくいいぞ。そう、なんかやっぱ練習してる時ね、こう一人でやるから、なんかこう掛け合いの歌詞みたいな歌のところとかもなんか返事がないから、うん、なんかこう一人で ね、 ちょっとね寂しいなって練習する感じだったけど、そうそうそうだったんだけど、こうガチャンってなった時に、うん、わー、いるー、レントは来るなーと思って。そうだってもう当日にはこう、ね、ラフミックス送ってくださって、うんうん、そう早かったね、すぐ来て、うんうん、なんかあ、もう、あーみたいな、ね、嬉しい形になってるって思いました。本当に嬉しい、ありがとうございます。じゃあ他にもメール、うん、紹介します。いきます。豆腐さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。猫村さん、北王子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初めてメール送ります。おー、ありがとうございます。初メール。おしラブファンディスクの発売日が決定して7月が待ち遠しい日々を送っています。そしてアクルトレンのエンディング曲デュエット決定おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。二人が歌う歌を聞いてみたいとずっと思っていたのですごく嬉しくて今から楽しみで仕方ありません。お二人に質問のコーナーということで歌つながりの質問なのですが、はい、猫村さんと北王子さんは友達とカラオケに行くときは歌うのに夢中になる方ですか、それともタンバリンとかを振って友達の歌を聴いて盛り上げるのが好きな方ですか、お二人のカラオケエピソードを聞いてみたいです。だそうです。あー、カラオケか、行きます、カラオケ。カラオケね、あんまり、でもなんか一人かな、一、ね、人で行くことが多いかな。なんかこうね、あんまりみんなで行かなくなった気がする。確かに、ね、あ、でも高校生とか学生の時は友達と行ってたな、ね、私結構聞き戦でした、うんうん、あ、本当ですか。友達の歌聞いてた派でした。私はガンガン歌って歌ってたな。へ、今もうね、やっぱ声出しになんか収録の前にね、1、2時間行ってみたいな、ね、なんか合間とか変になっちゃった時とか、うん、ね、でさすがに一人で行ったらさすがに歌うんですけど。そうね。確かにね。え、じゃあちょっと一緒に行きたいね、カラオケも。あ、いいじゃん、聞き戦。なんでなんで、歌って歌おうよ。デュエットソング歌おうよ。あ、歌っちゃおう。歌っちゃおう。世の中に出ないところで勝手にアクルトレンで、ね、デュエットしよう。あ、でもなんか全然関係ないデュエットソングとか歌いたい、うん、ね、そう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 。それ歌うみたいなやつね。いいな、絶対楽しいね。意外となんかね、こう声優さん同士でカラオケ行きますみたいな機会、うん、意外とないんだよね。ないね。あ、ないな、ね、だってなんか別に作品もさ一人じゃん、だいたい収録。そう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 、そうだからなんかすれ違うから別にその後とかないし、あんまりないな、なかなか会えないかな、ね、うん、じゃあやっぱ企画して
行くしかないんだな、ね、ご時世がこう落ち着いたら行きましょう、ね、本当に本当にまだあーこれ配信されてる頃には落ち着いてるといいな、落ち着いてるといいな、ね、ちょっとあれだもんね、ちょっと先だもんね、開けてたらいいね、開けてたらいい な本当に、うん、はい、トークさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ、ね、うん、みなしみのお礼や曲のちょっと待って待って急に読み始めちゃったみなしめのお礼って聞こえてどういうみなしめ、みなしめじゃない、締めのお礼や曲の感想を待っている皆さんへメッセージお願いします、あ、そこかすごい読んでた、びっくりした今どこ行ったと思って、台本どこ飛んだと思って、目すごい飛びながら声に出しちゃったあーこっちだみたいなはい、いやもう本当にね、このクラウドファンディングが達成できたのも皆さんのおかげです、そしてクラウドファンディングが達成したからこそ、はい、私たち無事にエンディング歌いました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、本当に嬉しい、こういう、こうラジオで、ね、なんかよくいつも言っちゃうけど、なんか本当にいっぱいメールを届けてくださったり、ね、もうクラファンもすぐ達成したりとか、うんうん、本当にこうね、ファンの人ありきの、うん、なんか全てのコンテンツはそうですけど、ね、本当に支えてもらってるなって、うん、おしらぶはすごくファンの人の力で成り立ってるなってすごい思いました、うん、皆さんありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、では以上フリートークのコーナーでした、そろそろお別れのお時間です、その前にスケラソメイロよりお知らせです、はい、ドタバタ王道ゆりコメディ PC ゲーム推しのラブより恋のラブのファンディスク推しのラブより恋のラブラブオアダイはパッケージ版 Steam のダウンロード版ともに2021年7月30日発売です、今作では韓国語も加わり5言語対応で全世界へ向けてお届けします、そして推しのラブより恋のラブオリジナルサウンドトラックとボイスドラマ推しのラブより恋のラブアクルトレンの交換日記も好評発売中です、詳しくはおしらぶ公式ホームページをご覧ください、スケラソメイロも応援しています、ゆりゲーの新ブランドリリースピネルよりあなたを好きになっていくゆり恋愛 ADV つゆちるレターが好評発売中です、美しい6月の鎌倉を舞台にした脅迫状から始まる少女同士の恋物語です、リリースピネル公式ホームページをぜひチェックしてみてくださいね、はい、ということで、はい、本日いかがでしたかいや今日も楽しかったですね楽しい、もう別れの時間だ、でもね、まだまだあるよまだまだ続きますか、イエーイ、嬉しいな、本当に、はい、そう、結構ね、うん、時間取っていいって言ってたから、お便り読んじゃいますか、お便り読みましょう、うん、こっちが先かな、私が先だけど、うん、私、あれ、いっぱい持ってきちゃったの、あれ、いっぱい持ってきちゃったあれは？これは？それはもう読んだやつ。読んだやつだわ。読んだやつだわ。あ、これだわ。あ、それだわ。あったわ。あったわ。よかったわ。お願いするのだわ。いかたこさんからいただきました。ありがとうございます。ございます。ゆきにゃんさん、しらゆきさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。何かゆりに絡めた質問を送りたかったのですが、うん、思いつかなかったので、はい、好きな給食の献立を教えてください。子どもの頃は給食とは全国同じメニューだと思っていたのですが、うんうん、実は運営している給食センターによって個性があることを知りました、うんうんうん、まさかミルメイクが伝わらないことがあるなんて、半透明の違う半透明じゃない半解凍の七夕ゼリー、うん、きなこパン思い出はつきません、おーありがとうございます、ありがとうございます、ミルメイク知ってます、私はミルメイク大好きでした、あー出てた人なんですね、出てましたね、私はミルメイク大人になってから知りました、うん、いや、あったのかな、なんか、うんうん、なんか棒っぽいやつです、なんか、ね、牛乳に入れるやつ、あ、そう、牛乳に入れるやつ、え、粉液体、ね、どっちもあったんじゃないかな、あ粉の方が多かったけど、なんかミルメイクじゃない名前かも、なんか粉じゃないやつは、溶かすやつ、なんか分かんないけど分かんない、あれがミルメイクだったのかは私にはもう分からない、今となっては分からないんだけど、そう、でもミルメイクというものは好きだった、う
へえ、なんか私大人になってから存在を認識したな、うん、読んでたのかな、うんうん、どうだろうね。でも普通にスーパーに売ってるからミルメイク。あーそっか、そうもしかしたらなんか、うんうん、あの牛乳コーナーとかに置いてあるからこうお母さんとかが買ってきてくれた可能性もあるよ家で飲んだかもしれない。そうでも好き、うん、牛乳が好きだからすごい。ミルメイクも好き。なんか好きなメニューありました？え、でも、うん、もうこのメールを読んで、うんうん、もう半解凍の七夕ゼリーが、七夕ゼリーもうすごい好きだったなって、うんうん、あのなんかすごい、うんうん、紙のスプーンめっちゃペラペラ、あるある、紙のスプーン食べてると、うん、最後の方すごいひにょひにょになってくるっていう、すごいで噛んじゃうタイプだったから、うん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 、なんか本当にガジガジになってしてるっていうスプーンがお行儀が悪いですね、よろしくないですわえ、でもなんか私も多分子供の頃給食は全国同じだと思ってた、思ってた、みんな食べてると思ってた、うん、ね、結構違うんだよね。ね、そう、給食センターによって、そうそう、地域によってもなんか各都道府県のこうなんか、うんうん、なんていうの、ご当地メニューみたいなやつとか結構あるみたいで、なんかそれ何みたいなやつとか結構みんな食べてたりするから、いろんな県の人が集まった時とかに聞くと面白そうね。あ、ちょっとなんか募集したいそう、なんか結構このお知らせ宛てのお便り、こう番組に寄り添ったメッセージが多かったから、この突然の給食の、うん、好きな給食メニューは何ですかみたいな、この全然関係ないトークみたいな、こう、うん、お便りみたいなのもね、今後あったら読みたい、ね、楽しい、私はすごい、うん、これ読みたいですね、白雪ちゃんの推し北マークが書いてある推しお便り、推しお便りには北マークをつけてこれはもう迷わずつけましたね、うん、いや、じゃあなんかもしこの今後があればみんなの好きな給食メニューを募集してみたいな、なんかこう作品関係ないお便りとかも ね、ぜひ送ってほしいね、なんか聞きたいこととか、うん、でもあった、あったわ、お便りのあれに聞きたいことっていうあ、そっかそっか、そう、一応あった、あったけど、皆さんすごく真面目なお便りがこう多くて、こう好きなね、こうキャラクターでどうですかみたいなやつとか、なんかそういうのが多かったからね、そういうのももちろん嬉しいけど、こういう、そうそうそう、とっぴなって、なんて言ったらいいんだろう、ね、なんか作品とはもう一切関わりのないお便りも、メールも面白いと思いました、いいと思います、ね、面白い送ってほしい、またぜひ。給食ね、もう給食でもきっとなんかそんな美味しかった給食、うんあ、なんかこう小さいから、あ、なんかね、ある美味しくなかったっていう子はね、本当になんか給食美味しくなかったみたいなこと言って、みたいな、美味しかったよみたいな、みたいな、全部美味しかったけどな、そう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 、そう、美味しかったな、ね、なんかでもきっと今はもう違うんだよ、いろいろメニューもなんか、うん、あ、進化してるんだよ、だってさっきこのメールを選んだ時に、うん、もうソフト麺ないらしいですよって、スタッフさんめっちゃ盛り上がってたね、そう、ソフト麺ないんだと思って、ソフト麺知ってます、うんうんうん、知ってる知ってる、ソフト麺めっちゃ好きだった、ね、袋に入った状態で、うん、上からこう定規をこう押し付けると中だけ切れて私1個食べきれなくて、あ、うん、あ、うんうんうん、半分とかにしてた、あげてた、わかる、こう4等分とかにしてなんかしてたかな、1個だけあげるとかしてたな、うんうんうん、ね、え、あれがもうないってことか、あの、え、ソフト麺ってさ、ソフト麺なかったら麺、ソフト麺ってラーメンとか食べてるのかな、何何、ソフト麺ってあれだよね、なんかうどんみたいなやつ、うどんみたいなやつ、あれあれがもうそもそも、あ、あ、違う、給食に出ないってことか、存在しないってことじゃなくて、え、そうだよね、だってコンビニとかにさ売ってるあのうどんみたいなやつ、あれは何、うどんか、あれはんソフト麺、だってもう私わかんないかも、ソフト麺とうどんの違いわかんないかも、私もなんかうどん感、うどん感覚で食べてたけど、違うか、パスタみたいなやつか、ソフト麺って、え、嘘嘘、うどんより、うどんより、うどんみたいなさ色のやつだよね、だけど、なんだろう、何がうどんとソフト麺違うんだろう、あ、でも違うわ、やっぱパスタみたいね、パスタをなんかもっと茹でてふにゃふにゃにしたやつじゃない
かもしれない、ソフト麺って。そっか、あ、じゃあもう今パスタなんだよ多分。パスタ、パスタ出るんじゃない、パスタなのか、うん、わかんないけど。おしゃれだな。でもパスタもさ出たよね多分普通に。パスタ出た出た、ね、そうだよね。でもなんかおかずで出てたかも。あ、そう、サラダみたいな。別にご飯あって、そうそう、サラダゾーンに乗ってた気がする。確かに。でも給食は結構なんか炭水化物と炭水化物みたいな、うん、そう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 、組み合わせよくあったから。あとカレーが出た日、うん、給食でカレーが出た日の晩ご飯カレーだったりして。でも給食の献立って配られるのに、うん、配られる。で、前もってわかる。貼ってるんですよ冷蔵庫に、うんうんうん、貼ってたのに、うん、なんかすごいお母さんカレーかぶせてきたなって今ふと思い出して。あれじゃない、なんかやっぱ給食のカレーとうちのカレーは違うのよっていう、こう美味しいのよ、うちの方が、お母さんのカレーの方が美味しいでしょみたいな。なるほどね、わかんないけど最高。でもあった、確かに献立は出てるもんね。そう、楽しみにするもんね。お昼にカレーが出て、あれ昨日の夜もカレー食べたみたいな。そう、でもあるかもな、ことが多かったな。どうだったっけな、もう覚えてないな給食に結論として、あの、はい、猫村ゆきは給食にそんな思い入れはなかったえ、じゃあなんかこう昼休みとかなんかしてました、なんかハマってたこととか。昼休み、昼休みなんかいつ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 の、あ、なんか小中高の、小学校のイメージで今話して小学校、なんか給食以外になんかこう、こう気を取られてたこと待って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 、小学校の時さ給食にしかさ気を取られてない子いたらさ、でも食いしん坊さんだよそれは私結構一大イベントだったな、うん、給食、給食だみたいな。なんか給食のさ中でもさ、あの、選べる給食なかった、なんか今日は あのこれとこれでどっちか好きなやつに選べますよみたいな。あった気がする、なんかちょっと豪華なやつ。そう、なんか肉か魚かみたいなメインが選べるやつみたいなあった気がする。そういうのね、そういうのの時は確かに一大イベントだった、うん、一大イベントだった、うん、なんかデザートじゃんけんとか絶対、私でもご飯全部食べきれないからめちゃくちゃ残してるのにデザートじゃんけん参加する悪いやつでしたそれ絶対さ、あいつって言われてるやつだよ陰で。絶対、悲しいね、絶対思われてるけど気にしない、食べたいものだけだってもう小食だから食べられる範囲がもうそもそもないから、それならもう好きなものね、好きなものでお腹いっぱいになりたいから。確かにね、そう。でも、うん、これは良くない。大丈夫だよ多分子供の時から可愛かったから許されてたんだよ多分。まああいつ可愛いからしょうがねえなみたいな俺のプリンやるかみたいな。いやだったよ多分。プリンくれた男子いなかったな。うーん、もしかしたらそのじゃんけんでねわざと負けてたかもしれない。あ、嘘、そうこの出すタイミングで、そう、出すタイミングでさ、そう、あいつに勝たせてやりてえから俺はグーみたいなあいつパー出すみたいな、俺がグー出すみたいな嘘、ありがとう、あったかも、もしかしたら盛り上がったすごい盛り上がった盛り上がっちゃったはい、かたこさんありがとうございますありがとうございます楽しかったですもう一つぐらい行きましょう、はい、読みます、はい、兵隊さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、猫村さん、北王子さん、こんにちは、こんにちは、ラブオア大発売決定ということで久しぶりに推しラブをやり直してみました。レンちゃんにぐいぐい攻められるまで意思がはっきりしなかったアクルさんが次第にレンちゃんをパートナーとして思い大人として責任を抱えることを決断するところはいつでも泣けてきます。今はアプリ版もあって横になりながらできるのが助かりますね。ラブオア大ではアクルさんはやはり鈍感系主人公なのか、レンちゃんは恋の駆け引きを覚えたのか、発売まで想像をたくましくして待機します。はい、ありがとうございます。どうですかね。あ、でも嬉しいですね、このやり直しましたみたいな。うん、嬉しい。でも結構いましたよね、なんかとか、あと、うん、たまにこうセールとかもやってて、うん、それで、ね、そう買ってくれたりとか、あとやっぱりうん、みんな実況してくれてたから、なってくれてましたね、それですごい、うん、なんかそれ見てやりましたとか、うん、なんかその実況のために始めてみましたとか、うんうんうん、嬉しいありがとうございます皆さんありがとうございます。もしね、このでもこの番組を聞いてて、うんうん、まだお調べやってないって人いないよね多分、さすがにいないよね、6回ですしね。そうだよね、
ね、やっててほしい。みんなやってるはず。もしやってない人がもしいたら、ね、もし仮にいたら、うん、やった方がいいです。間違いないですね。おすすめします、うん、胸を張って、うん、もしね、もしね、もしいたら、万が一、奥が1にもいたらやってください。でも逆にこのラジオを聞いて、うんうん、っていうパターンもあるかもしれないから、もしかしたらね、どっちかのねことを応援してくれてる方がね、喋ってんじゃんみたいな、聞いてみっかみたいな、へえ、調べてあるんだみたいな、へえ、やってみようかな、スチームにもあるんだあ、アプリ版もあるんだみたいな、あ、やってみようかなみたいな、急にお芝居が下手になったもしかしたらね、いるかもしれないので、ぜひぜひぜひプレイしてみてください。ラブオアダイが発売される前にやって、うんうん、そう、ね、絶対ラブオアダイは ね本編やってからの方が、そうそうそう、続編なので絶対いいと思います、ね、ラブオアダイから始めてもダメじゃないとは思うけど、うん、全然ぜひね、前作からやっていただけると嬉しいです。嬉しいです、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日はそろそろですかね。終わりですか。はあ、でもまだ次があります。よかった、はい、次回のおしらじは7月30日金曜日、 おしらぶファンディスク発売日当日に配信予定です。やった、ぜひまた次回お会いしましょう。本日のお相手は猫村ゆきと北尾地ゆきでした。バイバーイ。雨のち晴れのち嵐来る、現実休憩中部花丸、あの人あの曲、この提供は世界をユリであふれさせるスケラソメイロの提供でお送りしました。